んにちは。こんにちは。トロピカルガーデンです。はい。何それ。寒い。はい。今日は。今日はね、うん、今日の夜更新するものをちょっとまとめてて、うん、現物品でババってあるのと、うん、これエケベリアセット、あ、違う、エラベルセットであったやつ、ミナ、うん。ミナってこんな可愛くなるんだよ。うん、これ色が伝わるかな。すっごい綺麗な。わ、うん、かるかな。うん、多分エラベルセットじゃこの色は伝わんないんかなと思って写真じゃ。うん、見本株？これ見本なんだけど。うん、綺麗だから出してみようかなと思って現物で本当にこれ綺麗だよ。水も捨てて、たださ今現物品で出そうと思ったの、水捨てるのもあるからちょっと水が乾いてから送ろうかなと思ってるんで少しお時間いただきます。はい、ね、この辺はね自分でずっと管理してたやつなんだけどさ、うん、これヒューミリス、すごくない？モコモコで可愛いでしょ。ヒューミリス好きでいくつか持ってるからこれは、うん、誰かに育ててもらおうと思って。お、あとこれ、これかわいいなと思ってさ、うん、シャピニア、昔販売したよねシャピニアって。うん、そうだ ね、これも現物品で出そうと思ってます。はい、リラシナとシャビアなんだっけこれ、何かとシャビアナ、シャビアナとピンミールだっけ。うん、でこれすごいかわいくないこれ、うん、コロラータ、うん、これ大事にしてるコロラータのカキコなんだけど、うん、まあ、いいところから来たコロラータのカキコなんで、うん、そうだ、すごい大切なやつなんだけど、うん、綺麗だからちょっと出したいなと思って、うん、たまには現物でね、うんうん、でパッと見てさ可愛くて綺麗なのちょっと集めちゃったんだけど、うん、これファイヤーピラー、ファイヤーピラーもすごいね、ファイヤーだね、ファイヤーだよこれ、かなりこう炎になってるよ、うん、可愛いから、うん、サンタリナ、これもさ抜き苗とかだとあんまり可愛さがあれなんだけど、うん、膨らんだらすごい可愛いんだなと思って、うんうん、ね、うん、あとちょっとテーブルの下から可愛いの見つけたんで、これはねティンカーベルの錦、うん、ね、でこれはマガフェアナの錦、すっごい綺麗じゃない、うん、綺麗ね、やっぱりあんまり日に当てすぎずに育てた方が錦は綺麗にやっぱ出るんだね、うん、綺麗出るね、うん、やつこれはプチレドンか、うん、福娘の錦、うん、だるま福娘の錦もあるんだけど今回は福娘の錦出します。だるまじゃない方ね、うん、だるまどっかにいたよね、うん、いたね、今回はこれで、はい、はい、であとは何個かあるものは複数で同等のものを送るのでその辺はこうこの辺にあるんだけど、うん、在庫数いくつかで出します。これカレン可愛くない、うん、なんかメキシコプリトニスとクロフローサとかそんな感じっぽいけど、そうだね、今でも扱ってるやつより大きくなるんだよねカレンの方が、うん、そう、あとこれマジックジャム、うん、この辺もみんな可愛くなってきたから、うん、こんな感じで頭が切れてるやつ同等のやつをお送りしようと思ってます。 2、3等から4等ぐらいのやつ、うん、でみんな頭を切って強制的に下から出させてるんで、うん、最初からこんな感じで 2、3頭になってます、はい、あとこれレインボーフィンガーもみんなこんな感じで、うん、頭が3つ4つになってるやつ、はい、であとこれだアップル美人、うん、これもこんな感じで可愛くなってきたんで、うん、出します、はい、で、これレズビー、うん、レズビーもいくつかあるんで、うん、同じような感じのものを同等のものでこんな感じのいくつか出品します、はい、であとはそれ好きな感じだね、これは1個しかなかったんかな、エボニーとローズガーネットだ、可愛いねこれね、うん、肌色がすごく、うん、これは現物、うん、であとヘラ、うん、ラベルセットに入ってたんだけどヘラ、うん、すっごい可愛いんだよ、ね、うん、あのアフターグローと違うのがやっぱ葉の裏を見ると縦に筋が入っててこのヤマトの血が入ってるんだなっていうのが分かるよね、うんうん、アフターグローより白くなる、うん、少し、そうだね、でこれがちょっと赤くて可愛かったのに拾ってきたんだけどハリーズだって、へー、可愛いね、うん、こんなに赤くなってる、であとこれちょっとこれなんか刃先がちょっと
傷んでるんだけどさ、うん、色が面白いから現物品でちょっと出してみます、うん、はい、レッドポップすごくない色が、うん、面白いよね、うん、季節的なものなのかもしれないけど、うん、でこれはムチムチで可愛いからいくつもあるんで同等のものをお送りします。これはたくさん出品します。グルチニン、うん、そうグルチニンカールとパキヒツムムーンストーン、うん、こうプクプク系が好きな人、うん、みんなこの辺は鉢に入ってるものは6センチポットがほとんど で、うん、でこっちの現物品は 2.5 ポットなので 7.5 センチポットです、うん、はい、であとソールがあったんか、これは現物かな、ソール、ソールももう今見ないよね全然、見ないね、昔はあったけどね。あとミューズリー、ミューズリーもいくつかあるんで、こう薄葉なんで刃先がみんなこう枯れ込むんだけど中心は綺麗なので、うん、季節的なものだと思ってご了承ください。はい、はい、で現物品のものは現物って書くね、うん、であと在庫がいくつもあるものを紹介してる、はい、まずこれ、これがねバニラエレガンス、名前が可愛いんだよな、エレガンスってなんかいろいろあるね、またね、うん、なんか肉厚だね、すごくね、そうだね、うん、アルバとエレガンスを混ぜたような感じじゃない、うん、ね、うん、バニラエレガンス、これはたくさん出品します。はい、あとはこれだ、ヘレナかな、すごい紫で綺麗になってきたんで、うん、大きいね、しかも、うん、大きい、しっかりしてる、うん、これもいくつもあるので、うん、たくさん出品します。はい、で、ね、ブレンディング、ブランディティとコロラと混ぜたような感じだね、ブレンディングだって、ね、ブレだからそうなんかもしれないよね、うん、ブレンディング、これもたくさんあるので、グロフローサハイブリッドなんだけど、うん、多分グロフローサとミニマなんじゃないかなって、ミニマ、ね、うん、ぽいね、グロフローサとエンシノとか、うん、多分それ系、うん、ただもう最初からこんだけ群生してるから、うん、すごいお得じゃないかなと思って、うん、そうだね、うん、こういう小型の群生好きの人にはいいかもしれない、うん、なんとかこれなんだっけ、ん、名前はなんだっけ、グロブロサヘブリッド、ああ、うん、で、あとがこれ、これ久しぶりにさ、ちょっと見つけちゃって、うん、スワベオレンス、これエケベリアじゃないんだよ、うん、この間ね、うん、誰だっけな、お客さんがスワベオレンスありますかって言って、うん、たまにちょこちょこ入るんですよなんて話したんだよね、うんうん、スワベオレンス、うん、しばらく最近扱ってなかったんだけど、うん、こんなエケベリアみたいなのにエケベリアじゃない、ないんだよね、セダムだっけ、うん、セダム、これ可愛いんだよね、うん、ぜひこれ育ててみてほしい品種です、うん、エケベリアみたいなセダム、うん、はい、スワベオレンスです、これもたくさんあるので出品します。はい、で、あとね、これだ、これはあれだ、オールドエッグ、前もあったよね、オールドエッグね、うん、覚えかないな、オールドエッグ販売してたんだけど、もっと赤くなるよ、うん、オールドエッグ、今赤いのもあるんだけど、本当だね、うん、オールドエッグです。はい、あとは何かあったかな、あとロメオを追加するのと、うん、あとこれだ、ごめんね、あとこれなんだっけ、ピンクルルビー、ちょっと可愛いんで、うん、これもちょっとお得なお値段で、寄せ植えに入れてもいいと思う、うん、もう一株でだいたい 3,4 頭ついてるから、うん、ばらしてもらってもいいし、そのまま植えてこう2つぐらいあったらね、ドンみたいになるし、そうだね、うん、かわいいリム鉢に入れてもいい、ピンクルルビーね、うん、そんな感じかな、うん、で、在庫のないもの、うん、人気があって在庫がなかったものとかは補充します。はい、はい、そんな感じで、うん、大丈夫かな、うん、21時に更新するので、うん、はい、よろしくお願いします。はい、最近ね、なんか
更新に時間がすごいかかっちゃったりするんだよね、システム。うん、多分、うん、9時にアクセスが集まりすぎちゃって、9時にこう同時に見張って更新するんだけど、一気にアクセスが集まりすぎてか、更新が何回してもできなくて、画像の変更とかもできなくて、昨日も20分ぐらいまで、自分の方の表示がおかしいのか、おかしくなっちゃってさ、そう、だからちょっと遅れちゃうかもしれないんだけど、申し訳ないです。まあでも9時には一応この更新をかけるからね。在庫は9時よりもしかしたらちょっと前に変更になっちゃうかもしれないんだけど、見てもらって5分前ぐらいからチェックしてもらえるとどんどん変わっていくと思うので、はい、大丈夫かな、はい、うん、お願いします、はい、ラベルセットすごかった昨日、うん、あ、そうなんだ、うん、多分1時間も持たずにブルードラゴン持っちゃいました。ありがとうございますでもね、いいのがまだロメオとか、いいのいっぱいあるから、どんどん選んでもらって、かなり今回もお得なセットだからお願いします。はい、はい、じゃあそのところで、はい、はい、よろしければ、チャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。ありがとうございます。